映画事故をご覧の皆さん、映画評論家の町山智博です。今回ご紹介する映画はエイリアン2です。はい、これエイリアン2はですね、現代はエイリアンズなんですね。複数形ですね。これ1作目がですね、エイリアンで1匹だけエイリアンが出てきてですね、暴れるんです。今回も何百匹もエイリアンが出てくるというんで、エイリアンズが現代ですね。はい、まあこの映画はですね、まあ1作目エイリアンから何年も経ってから作られた続編なんですけれども、全く違うんですね。1作目はですね、1作目のエイリアンというのはリドリー・スコット監督の映画は、この映画はですね、宇宙でホラー映画をやるというコンセプトなんですね。だからあの、まあ、舞台となる宇宙船の中にあのエイリアンが入ってくるんですけど、お城みたいに作ったんですよ。こういう感じのですね、宇宙船なんですね。こうお城ですね、こう中世のね。で、最後にですね、まあ、吸血鬼みたいにして、ドラキュラみたいにしてエイリアンがいろんな人を食ってって、で最後にそこからあの、ちっちゃい脱出艇で脱出するんですけれども、その脱出艇がですね、まあ、こんな形の脱出艇なんですよね。でこれナルキストス号っていう白いやつなんですけども、これはどういう形かというと、これ棺桶の形なんですよ。あのドラキュラっていうのはほら棺桶に眠るじゃないですか、ね、だからエイリアンというのは1作目はその宇宙を舞台にした、吸血鬼ものっていうか、まあ、昔のホラーものゴシックですね。いわゆるゴシック映画だったんですね。ゴシックホラーだったんですけども、ところが今回 の、 その、続編エイリアンズはですね、エイリアン2は全く違ってて、その当時の、タグっていうんですけども、宣伝文句はですね、こういうタイトルだったんですね。ね、今度は戦争だ、日本でも今度は戦争だっていう、まあ宣伝文句だったんですけども、まあ、前回はホラーだったけど今度は戦争映画だよって言ってるんですね。でこれはすごいなと。これそのアイデアを出したのはジェームス・キャメロンっていう人ですね。でこのジェームス・キャメロンっていう人は、まあ、本当にまあ貧乏でですね、貧乏な映画ギャラクシー・オブ・テラーっていうのがありまして、これはあの1作目エイリアンを安っぽくリメイクし、安っぽく作った安物エイリアン映画がギャラクシー・オブ・テラーって映画なんですね。制作費が何十分の1かで、ロジャー・コーマンっていうあの安物映画の帝王の下でその、ジェームス・キャメロンが作ったんですけれども、ところが本家のエイリアンの方からお呼びがかかったんですね。あのエイリアンのプロデューサーの方から、このエイリアンの続編やってみないって言われたんですね。でこれ、まあ、こういうことが来た理由っていうのは2つありまして、1つはそのギャラクシー・オブ・テラーでジェームス・キャメロンがやったのは、そのいかに安くリアルな特撮をするかっていうのを、もうこの人は美大系の人で、あのアート系の人なんで、要するに、まあ、自分でその SFX を作る人なんですよ。で具体的にはあのなんていうか、宇治がうごめくシーンがあって、宇治を動かすってどうやっていいのかわからないって言ってたら、あ大丈夫って言って、その宇治じゃなくて実際にミミズを使ってますけど、このなんていうか、鉄板の上にミミズを置いて、その鉄板に電気を流すことによって、電気が流れた時だけそのミミズがうわって動くんですね。でその電気を流すのを調整、スイッチを調整するとミミズを操ることができるってすごいことを考えたんですよ。でこれでミミズ使えるのすごくねえみたいな話になって、映画監督になっていくんですけども、その後殺人魚フライングキラーっていう映画を作りまして、これはまあひどい映画なんですけども、でまあ、あのその時もですね、フライングキラーって空を飛んでくるピラニアなんですね。羽がついてて、そのピラニアを自分で作ってるんですよ、この人は。キャメロンはそういう人なんですよ。あの手作りの人、あの人なんですね、 SFX ので。その後ですね、ターミネーターっていう、まあ、映画をほとんどなんていうか、自力で作りまして、その時そのプロデューサーが奥さんのゲイル・アンハードっていう人なんですけど、このゲイル・アンハードって奥さんはギャラクシー・オブ・テラーの頃からずっとプロデューサーやってる人で、それでジェームス・キャメロンと結婚して、まあ、ターミネーターを作るんですけれども、でターミネーターのシナリオがこう業界で出回ってるんですね。で出回ってる中でエイリアン の、 そのスタッフがそれを読んでですね、こいつすごいんじゃないかとね、でちょっとエイリアンの続編シナリオ書いてみろよって言って、その書かしたのが今回 の、 その、まあ、エイリアン2なんですけども、でこの映画戦争映画が元になってるっていうことですけど も、 もうはっきり言うとベトナム戦争映画なんですよ。であの出てくる人たちはですね、海兵隊員ですね。で海兵隊がそのエイリアンに、まあ、占領されたその、LB426 っていうその植民惑星に、植民者たちをですね、救出に行くという話なんですね。はい、でその時にその前回 の、 そのエイリアンの生き残りの、シガニ・ウィーバー、書いてないやシガニ・ウィーバー扮するリプリーを、生存者でもってエイリアンについて詳しいからということでもって、彼女を連れてその海兵隊が LB426 に行くという物語なんですけども、これはですね、ランボー怒りの脱出って映画とそっくりなんですね、話の展開とか。
でこれ乱暴に金を出すといったらこの、エイリアン2の前後にですね、ジェームス・キャメロンが書いたシナリオなんですよ。これはそのベトナム戦争から何十年も経った後にそのベトナム戦争の時の機関兵であるその、乱暴を連れて、ベトナムにですね、ある将軍の救出に行くという、将軍じゃないあれはトラウトマン大佐かの救出に行くというですね話で、そのプロットとしては同じですよね。 敵に占領された地帯にかつてそこにで戦った人が、潜入して、ね、救出作業をするっていう話で、プロットは同じなんですよ、ランボーと、エイリアン2は、はい。どのくらいそのベトナム戦争の影響を受けているかというと、まずこの中に出てくるです、ね、ドロップシップというのが出てきます。あの揚陸艇なんですけども、ドロップシップの頭のところにはこうヘリコプターみたいなです、ね、コックピットがついてるんですね。でこのヘリコプターのコックピットというのは、これはどう見てもそのベトナム戦争の時にはそのベトナムの攻撃に使ってた戦闘ヘリのコックピットをくっつけちゃったんですよ。であとですね、変員奏者、装甲変員奏者が出てきますけど、装甲変員奏者もそのベトナムの時にですね、アメリカ軍が使ってたこういう変員奏者があって、それをモデルにしてるんですね。だからあの前回は、まあ、宇宙を舞台にした、中世のホラーだったのが、今回宇宙を舞台にしたベトナム戦争になってます、はい。でこの映画にはもうなんていうか、ジェームス・キャメロンの特徴っていうものはですね、ジェームス・キャメロンの全ての映画にまんべんなくあってですね、互いに作品同士が非常に似通ってるっていうのはジェームス・キャメロンの、特徴なんですけども、まずはですね、このなんていうか、あのその植民惑星を経営してて、しかもその、シガニュー・ウィーバーを、その雇っていた会社でウェイランドっていう会社が出てるんですね。この頃はまだウェイランド・ユタニっていう日本日系企業になってるんですけども、ウェイランド・ユタニっていう会社が要するに、最初の1作目もそうでしたけども、今回もエイリアンをなんとか確保しようとするんですね。要するに生物兵器としてエイリアンを使うために、殺人エイリアンをその欲しがってるんですよ。つまり軍事産業もやってるからっていう、非常にその悪い企業なんですね。しかもその海兵隊を操ってるっていうぐらいで、その国よりも巨大な企業になってると。でありとあらゆる産業を扱って、その資源から何から全部やってるって会社になってるんですけども、これのその社員として出てくるのはですね、ポール・ライザー扮するネクタイの男なんですね。このイメージっていうのは、最近だとアバターに出てきたあの惑星 の, その資源を狙う男っていうのは出てきますけど、一番の悪役で、あれの元ですよね。同じなんですね、話がね。で資源を狙って、その企業の利益のために軍隊を扱う大企業っていうね、その、まあ、なんかキャメロンのですね、企業感みたいなものがここに出てますけども。でもう一つは、そのシガニー・ウィーバー扮するリプリーがですね、なぜこれを戦うことになっていくかという、戦うその意味みたいなものはですね、そこの、なんていうか、惑星にいるです、いたですね、その植民地の、その植民者の生き残りの女の子がいて、ちっちゃい女の子がいて、でその女の子を救うためっていうふうになっていくんですね。それで最後のはもう完全に母親のなんていうか、象徴としてですね、リプリーは戦うんですけど、このイメージっていうのは、そのターミネーターシリーズで、そのリンダ・ハミルトンが演じたその、自分の息子、まあ、将来キリストのような救世主になる息子のためにですね、戦う母っていうイメージの原型ですね。原型っていうか、ターミネーターが先にあるんだから、あの繰り返してるわけですけど、 T2 とかで、はい。でこういったその、まあ、モチーフっていうものは、ジェームス・キャメロンの作品に次々と繰り返されて、全ての作品が実は同じ話の違うバージョンっていうところが、そのキャメロンのですね、独特の特徴なんで、もっと細かいですね、他の作品との類似性は、復習編でですね、詳しく紹介しようと思います、はい。でとにかくここであのキャメロンが作り出したですね、未来 の, その海兵隊のイメージっていうものは、とこの映画で初めてこの提唱されたんですけど、その後もうあらゆる映画というかゲームに影響を与えましたね。本当にここで出てくるですね、海兵隊の、装備とかですね、ここにモニターがついてて、心電図とか、を無線でですね、その、まあ、コントロールームに送ってみたいなですね、それで、照準のカメラもモニターで見れてとかですね、そういった部分のディテールはもうその後のですね、いろんなその、まあ、シューティングもののゲームに、影響を与えてます、はい。ということで、まあ、画期的な、映画だったんですけども、今回そのワウワウさんで、まあ、上映するバージョンが完全版ですね。これはですね、公開よりも20分ぐらいですね、公開バージョンよりも長いんですけども、これはどの部分が長いかっていうと、もう最初の方でですね、その植民惑星である LB426 の住民がですね、エイリアンと出会ってですね、やられるあたりの部分が出てきてます。これはだから多分完全版見てない人はもう見たことないシーンですね。
でそういう感じで細かくですねいっぱい見たことのないシーンがあると思いますね。エイリアン2って何度も何度も見たって人もいると思うんですけれども、ぜひ今回も、ご覧ください、はい、ということで、もっと詳しい内容は復習編で解説します、はい、それではエイリアン2ぜひご覧ください。